のぶちゃん。普通名前呼んだだけでそこまで言われる？まあいいわ。買い物に付き合って。いいじゃない、昼間付き合ってくれなかったんだし。どうせ夜なら暇してるんでしょ。気づいてなかった？冷蔵庫の中身。昼間は忙しいって言ってたじゃない。そのメルちゃんに頼まれてるのよ。うん、行こう行こう。しのぶちゃんとお出かけ久しぶりだからね。しましょうかね。
しのぶちゃんたちの漫才って面白いわね。怒ってるんだい、滝沢。国語の授業なんて面倒だって話。なんだ、そういうことか。確かに6時間ぶっ通しでやらされたらどんな教科だって嫌だが、1時間ぐらい我慢できるさ。どうやって我慢すんだ。うん、消しゴムのカスをつなげて1メートルくらいにしてみるとか。それじゃあシャーペンの芯を消しゴムの中に埋め込んでハリネズミみたいにするとか。消しゴム以外のネタはないのかよ。わがままだね。そんなこと言われても嫌いなもんは嫌いなんだよ。しのぶだってそう思うだろ。よくわからないが、とにかくすごい自信なのはわかった。え、今の日本語だったの。あ、先生、まだ休み時間だぜ。どうしたんだろう。みんなちょっと聞け。
次は国語の時間だったが、特別授業に切り替えだ。やった国語の授業以外なら何でも大歓迎だぜ。国語の授業も嫌われたものだね。女子は全員体育館に移動、男子は教室で自習。以上、さっさと用意しろ。なんで女だけ体育なんだよ、公平だぞ。あのな、別に女子だけ遊びってわけじゃないぞ、ちゃんと授業を受けるんだからな。うん、これって噂に聞くあの授業かな。内容までは知らないけど、そういう授業があるっていうのは聞いたことがあるんだ。え？なになに？あの授業って。僕もよく知らないけど、毎年あるらしいよ。そうなんだ。だから何の授業なのかオイラにも教えろっつーの。うるさい、自習だからって遊んでないでちょっと静かにしときなさいよ。ちぇ、なんだよ。どんな内容なのかちょっと気になるね。女子の授業ってそんなにすげえの？じゃあさ、体育館に行って覗いちゃおうぜ。僕もちょっとそれは。二人とも見たいんだろ？じゃあ覗いちゃえばいいじゃん。そうそう。度胸ねえな。大丈夫だって、バレやしないよ。僕もそうしようかな。あ、ちょっと待てよ、しのぶ、はやとも。始まってる子だっているんだし。え、嘘、それって早くない？普通だと思うけどな。おいリン、特別授業ってどんなだった？大きい声で叫ばないでよ。まあまあ。で、何やったんだよ。うるさいわね、カズキには関係ないでしょ。なんで逃げるんだよ。いいから教えろっつーの。女子の授業終わったみたいだね。うん、でもあれとかそれとかばっかで、何の話なのやら。弥生、どうかしたのか？うん、なんか変だ。どうした？体の具合でも悪いのか？あ、弥生、ちょっと待てよ。何かあったのかな。普通じゃない感じだったけど。
なんで僕が。そうかな。それじゃあ。赤くしてるのかと思ってね。なんでもないよ。いらねえんだよ。そうだな。うるせえ。年下のくせに生意気だぞお前。
暑いのにうるさいわね。あら、しのぶちゃんじゃない。どうしたの？しのぶくん、こんにちは。そうかな。あ、みことさん。なに、しのぶちゃん、このうるさいの知ってる人？因縁？おい、もしかしてお前みことさんと知り合いなのか？しのぶちゃんにひどいことしなかったでしょうね。めっそうもない。しのぶちゃん、本当にひどいことされてない？そう、それならいいんだけど。しのぶちゃんの初めては私がもらうって決めたんだからね。いやー、怒ったしのぶちゃんもかわいい。ふふ、二人とも仲がいいのね。ところで、あんたいつまでそこにいるの？え？いや、その、失礼します。しのぶちゃん、今後いじめられることがあったらお姉ちゃんに言うのよ。しのぶちゃん、漫画の読みすぎじゃない？そんなのいるわけないじゃない。ところで、そろそろ時間だけど大丈夫なの？まあ、一色くらい抜いても平気よ。私も自分の教室に戻るわね。もう変なのに捕まっちゃダメよ。しのぶくん、またね。メルちゃんのことなんだけど。ただメルちゃんって面白い子だなと思って。そういう意味じゃなくて、
識知らずよね。あ、そういう意味じゃなくて。無理に付き合わせちゃったかなって。
これならわかるよ。あれ、この曲ってリコーダーのソロがなかったっけ？だけのパートがあるってことだよ。できるよ。教えなくても笛うまいしな。僕なんかが教えてもって感じだと思う。でもちょっと心配な部分もあるんだ。ほら、双葉ちゃんって結構あがりしょっぽいところあるし。この辺